近藤義則から1901年は、日本の実業家、政治家、江戸時代後期の村役人、明治の教育者。幼名は、京次郎、後藤左衛門、明治後に義則、後に椎山、蜀山人。画家の近藤浩一郎は孫にあたる。甲斐の国駒郡に生まれる。義則は、南部本陣を務める近藤家の次男。弘化4年、市川代官所から長百姓に任じられる。幼少時には、地元の学者に学び、また登竜する役人や文人からも、学問や書芸を学ぶ。翌年には、駿河の叔父の下で学び、江戸へも遊学している。嘉永6年に家督と、軍中総大職を継ぎ、所帯も持つ。義則は蘭学に興味を持ち、万延元年には、長崎へも遊学する。また、韮山代官の江川沢庵とは、面識はないものの、義則は江川を敬愛していたという。チャールズ・イビー明治維新後、学制発布に伴い私塾は廃止され、建礼、藤村四郎も私塾に対し、否定的な施策を実施する。一方で、明治初年から明治10年代の自由民権運動の高揚期にかけて、山梨県内の村内指導者や民権家は、私塾経営に乗り出していた。義則は1869年には、元甲府浄土真の豊島重作を招き、寺院の一角で長水堂を開いている。翌年に、南部本陣が廃止されると、本陣所有地内の石庭を購入し、長水堂を継承して、盲研学舎を開く。盲研学舎では、近在の青少年はじめ県内外の学生に、学問を教え始めた。この時期の私塾は小規模で、短命に終わるものが多かったが、盲研学舎は、東八代郡南八代村の祖父家、鏡平八郎の経営する、正規社と共に、県内で一定の規模を持った私塾として知られる。江戸時代の甲府勤番士指定の学問所である、起点館の元学頭らが教鞭を取り、その教授法を受け継ぎだ。盲研学舎の学科には、和漢学教養のほか英語や数学など洋学を交え、塾生の希望で山梨県へのキリスト教伝道に貢献した宣教師チャールズ・イビーを招き、1888年に休校するまで続いた。1876年10月、義則は74人の同志と共に県に会社創設願いを提出し、同年11月には、大蔵省から認可され深川村に蜀山社を開き、義則は社長となる。近藤らは、正史原料であり江戸期以来藤川流域の産物であった三股を栽培し、大蔵省造幣局へ納入した。三股栽培は、資金繰りなど苦難を乗り越えつつも成長し、明治19年からは繁殖講和のために本各地を巡回するが、明治22年に蜀山社は、解散に至る。初代知事として山梨へ赴任した藤村四郎は地元から採用した区長を県庁に詰めさせて県政の相談役と固め、区長副総代と学区総理を務めた近藤は栗原信力と共に藤村県政に参画した。また、1879年3月23日、藤村知事により、甲府市の一蓮寺で開かれた初の県会では、高専議員の一人として参加し、議長に選出されている。ありがとうございます。